はい、本日はですね2022年上半期に僕が買ってよかったものトップ5をご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、以前ですね視聴者さんが選ぶ買ってよかったもの、ベスト7ぐらい5ぐらいかなご紹介したと思うんで、まあ気になる方はねこちら見ていただければいいんですけど、今回は僕が購入した中で良かったものです。でちなみにここにずらーっとあるのは全部今年買ったやつだし、それ以外にもまだまだあるんですけど、購入した一部をねこちらに、並べさせていただきました。でここからランキングで入ってくるやつもあるんですが、昨年までに購入してるやつとかってありますよね。例えばバーサタイルショーツとか、あとマンティス2とか、そういう有名どころというか過去に登場したことあるやつは今回は出しません。なので新しいバージョンで 1,2,3,4,5 という順番でねやっていこうかなと思いますので、服ばっかりじゃないんですけど、いろんなものを兼ね備えて、トップ5、とにかくこの買い物ではこの5つが良かったですっていうのをね第5位から紹介していきたいなと思います。ではまず第5位というのがですね、こちらの傘です。傘ですかと、まあちょっと見てもらったら分かるかなと思うんですけど、質感としてはね結構マットな感じの質感で、こちらにボタンがパンってあるので、これを押すとね開くんですけども、サイズがね実は70センチあるんですよ。だから結構でかくて大人一人は楽勝で、僕はねいつもこれを家に1個、車に1個って置いてて、急な雨とかでも使うんですけどね。あ、これどこのゴアテックスですかと、どこのゴアテックスから出たやつなんですかって思われるかもしれないんですけども、なんとこちらセブンイレブンで購入したんですね。僕初めてコンビニのやつね紹介しますけど、このセブンイレブンの傘はめちゃくちゃいいです。でセブンイレブンでも透明の傘もあるんですよ。で透明の傘はあれです、もう普通のどこでもあるやつやねんけど、このマットなタイプ、確か1300円か1500円か1700円ちょっと忘れたんですけど、1000円台でね購入できる傘なんですよ。でさっきも言ったけどサイズも大きい、そしてスーツとかでも合わせれるし、休日の時はこんな感じでね野球ももちろんできますよ。子供と一緒にちょっとあの前新聞紙丸めて放ってこいでね、こうやってパーン打つこともできるし、平日やったらこれでサラリーマンをできると。だからそれがなんと1000円台でできるってめちゃくちゃコスパいいですよ。でコスパで考えたわけじゃなくて、そもそもの作りがしっかりしてるんですよ。だから例えばこの中のとこの材質とかもマットなねブラックが使われてたりするし、そうチャッチくないんですね。これで1000円ですかと。前僕美容室行った時にねこれ持っていっとったらね、これどこのブランドの傘ですかって言われたんです。あ、これあのセブンイレブンなんですって言ってね、いや拓造さんがこんなセブンイレブン持ってるの意外ですねって言われたんですけど、これはぜひ買うべきだと思います。まあ特に今梅雨時期ですしね、使えると思うし、梅雨じゃなくてももう年中これ車の中にぶち込んどいたりとか、家の中でね予備用の傘としてあってもいいんじゃないかなというところで、こちらトップ5の、第5位ということになってました。では次は第4位に行きたいなと思います。第4位っていうのがですね、こちら香水になっております。イソップっていうブランドの香水なんですけど、僕も香水結構いろいろ変えてたりしてて、それこそシャネル使ったりとか、あとトムフォード使ったりもしてるんですけども、一番女子受けがいいのはやっぱこれですね。イソップの香水が一番女子受けが良くて、僕の嫁もねこれ気に入ってくれて、これ僕はオフィス用です。オフィス用で撮影する前とかにこうやってシュッシュって振って、気分上げて、はい本日はですねって喋るんですけど、これ家用もあるんですよ。だから家用は家用で旅行行く時とかに持って行ったりするんですけど、これをね僕は2つ購入してるんですが、このイソップの香水は、特に女子受けを気にされる方とか、職場に女子が多い方なんかはねシュッてワンプッシュぐらい振ってあげると、あ今日誰々さんめっちゃいい匂いしますねっていうことになるかもしれないんでね、これは、清潔というかそのエチケットとしてあったらいいかなと思います。あんま振りすぎるとちょっと臭いんでねどうかなと思うんですけど、シュッシュッと振る分具合にはねいいんかなということで、こちらイソップの香水ということになっておりました。では次ね第3位に行きたいなと思うんですけど、第3位がですねこちら2つのスニーカーを入れさせていただきます。っていうのもですね用途が実は一緒なんですよ。だから選びきれんくて、もうちょっと3位で滑り込ませてください。まずですねこれ2つとも防水のスニーカーなんですよ。でこっちの方はちょっとローテクな感じの本革を使ったスニーカーなんて、あ革やのに防水なんですかっていうことで、結構ファッション的にも合わせやすいんですよね。で対してこっちのホカオネオネはね2022年、今年モデルのバージョンに出たから、まあまあまあホカオネオネ僕今まで持ってたからかと思ってランキングせえへんと思ったんですけども、最近これ履いてみて分かりました。今までのホカオネオネ史上最も履き心地いいです。だから地球上で一番履き心地いいスニーカー何ってもし僕が聞かれたら、このホカオネオネを出します。これ名前なんてアナカパローっていう名前だかな、を出します。っていうのもほんま空の上歩いてるぐらいな感じのめちゃくちゃクッション性いいんですよ。で過去の2021年2020年のやつ持ってるんやけども、それよりもちょっとこうワンランクねクッション性良くしてきたなっていうのがこのホカオネオネなんで、
んで、はっきり言って今回ランキング入らんかなと思ったけど、1週間2週間ぐらいバーって入ってみたら、あ、めちゃくちゃクッション性いいなっていうことでね、ランキングしました。でまあこっちの方は見たら分かりますよね、こういうちょっと 上品な感じのスニーカーにもなるし、あとジャケパンの時なんかもねこれ履けるじゃないですか。やっぱ大人の方とかやったらめちゃくちゃ履きやすいと思うんですけども、こちらエコーというね、確かスウェーデンかなんかのブランドやったと思うんですけど、これまあまあまあ履き心地は、それなりにはいいです。ただやっぱ他オネオと比べるとこっちの方が圧倒的に、他オネオの方が履き心地はいいし、なおかつ防水やしってことで、でこっちのエコーの方は防水でいいし大人っぽい合わせにはいいんやけども、唯一履き心地だけちょっと劣るかなって感じなんですけど、まあ見た目とか考えたらこっちはねこっちでめちゃくちゃいいので、もう買った時から気に入ってたんですけど、ちょっとまあ他オネオでも良かったかなということで、こちら第3位ということになっておりました。で次がですね第2位に行きたいなと思うんですけど、第2位が何かと申しますとですね、こちらの中に隠れてるんですけども、どこにあるでしょうか。あれショーツかな、 T シャツ、ロンティーかな、ジャケットかなと思いきや、そうこちらのアークテリクスのジャケットになってます。で、あ、アークが来たかと、トップ2でアーク来ましたかってことなんですけど、こちらのジャケットの名前がねベータジャケットという、今年春夏に新作として出たばっかりのジャケットなんですよ。でこれ何がいいのというと、とうとう完成してしまいました。マウンテンパーカーのこういう薄手のタイプの生地でいいのなんですかって言ったら、このベータジャケットがもう頂点に今立っております。でなんでそんなこと言えるのと言いますとですね、まあもちろんお得意のゴアテックス使ってるから、防水やし防風やから、こう梅雨の時期とかでも全然着れますし、それでいて唯一今までゴアテックスでちょっとうざかったなと思ってるこのメインの止水ジップが、新バージョンの止水ジップが採用されてるんですよ。どうなってるかっていうと、こういう開けやすいタイプのね止水ジップが採用されてるので、今までこうキュッて噛むような感覚っていうのがあったんですけど、それがねなくなっちゃったので、これはすごいちょっとアップデートやなっていうことと、もともとこのベータジャケットとかこの系列ってフードにね全部くるくるくるって収納じゃないんやけど、こういう感じでちっちゃく持ち運びもできるんで、まあ、旅行の時とかでも使えるんですよ。だからとうとうマウンテンパーカー、薄手のマウンテンパーカーの最上級が出ちゃったなって感じで、まあ厚手のマウンテンパーカーとかやったらちょっとまた違うんですけど、まあ、こうやってね旅行先なんかやったらちっちゃくしてちょっとラグビーしてみようかとかね、ちょっとこうこれで野球してみようかとかね、あの先5位で紹介したこのあの傘と一緒に併用しながらね、おい行くぞーってねこれノックするっていう手もあったりはするんですけども、まあ、そういった遊び方もできるっていうところも踏まえてね、あのこの上半期を選ばせていただいております。では次第1位に行きたいなと思うんですけども、2022年上半期買ってよかったもの第1位というのはですね、そう今あなたが見てるこのカメラでございます。でおいおいカメラかいって思うかもしれないけど、僕にとっては大事な仕事道具です。これ服と同じぐらい、服もこうやってファッションでねペチャクペチャクで喋ってるから大事な材料なんやけども、このカメラも非常に大事なものでございますし、なんやったらファッション系 YouTuber の中で最もいいカメラを使ってるという自負がございます。じゃあどんなカメラ使ってるのと見ていただきたいなと思うんですけども、このようにですねソニーの α7S3 っていうね、この本体だけでだいたい45万円するカメラに、マイクがですねこちらがプレネで7万円で購入しました。でレンズがですね10万円ぐらいやったってことで、そして SD カードが中に入ってるんですけども、こちらの SD カードはですねなんと1枚4万円しますので、これが計2枚入ってるということで、こちらの SD カードだけで8万円しております。そしてさらにさらにこの後ろにあるバッテリーですね、このバッテリーがですね1個、そして2個3個と計3つありますので、1個1万円約しますので、合計でまあ70万円ぐらいしてると、まあ、非常に高価な買い物やったんですけど、まあ、僕の仕事道具としては大事なものなんでね、この今見ていただいてるやつも、15万ぐらいしますけども、これねもう1個高いのでね、そういうところで、まあ、服の繊維とかがよくわかりますよね。例えば同じようなこの白のロンティーかなと思ってもこうやって近づけていくと、こういう服のね品質というか服のこう素材までこうやって見えるじゃないですか。でこれがねやっぱり一眼のカメラの中でも上の方にこやんと出ないんですよね、この質感というのが。だから一応ねこのファッション YouTuber っていう括りに僕が入れていただいてるのであれば、おそらく一番いいカメラをね使ってるんじゃないかということで、今回トップ1に、選ばせていただきました。でこの70万オーバーのねカメラはね十分もう元取っております。なんやったら次のタイムでもう一台買おうかなと思ってるぐらいなんで、あってよかったなと思いますし、勇気のいるね買い物やったんですけど、購入してよかったなと思います。ということで、まあ順番にいきましょう。5位から
こちらの傘ですよね。セブンイレブンの1000円台で買える傘で、4位がこのイソップの香水ですよね。でこれに関しては確か1万5、6000円ぐらいしたと思うんですけど、そんな香水、女子受け抜群香水ね。でその次がスニーカーですよね。防水のスニーカーが第3位で、第2位がこちらのラグビーボールに似た、マウンテリクスのジャケットですね。で第1位っていうのが今見ていただいているカメラということになっていますので、まあ、次はね今年1年通してね買ってよかったものっていうのをまた年末にねやろうかなと思ってます。でね動画にはできてないけども、買って微妙なやつもあるんですよ。えらいね炊飯器も買ったんですよ。なんか塩分炊きとかいうね高い10万ぐらいするやつも買ったんだけど、それあんまり僕あんま声の違いわからんかったんですよ。だからそんなんもね動画作ろうかなと思ったけども、まあまあまたねなんかセカンドかなんかで喋ろうかなと思いますので、今日はね買ってよかったものトップ5という動画になっておりました。はい、ということでね本日は、買ってよかったもの上半期トップ5を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。